時刻はただいま2時20分30秒になろうとしています。ここからは月曜日のコーナー、引き出しの中のラブレターです。リスナーの皆さんから面と向かっては言えない大切な思いをお手紙として送っていただき、それを朗読とピアノの生演奏を通してご紹介する、そんなコーナーとなっております。アシスタントは引き続き島野道子さん、どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、この引き出しの中のラブレター、通常回の他にですね、いわゆる月にドラマなんて我々言っておりますけれども、はい、連続ラジオドラマを、やっておりますけれども、この4月はですね、1話完結の短編ラジオドラマというのをやらせていただいておりまして、はい、題材としてはこの FM ふっかちゃんオリジナル CD ランランラジオの収録曲からですね、昨年とはまた違った新作をお届けしております。4月3日月曜日は白玉さんとビューティフルトゥデイにまつわる、ラジオドラマ、そして4月10日はですね、あやさんと、1週間を駆け抜けろにまつわるラジオドラマを披露しましたけれども、道子さんいかがだったでしょうか。はい、私はいつも言ってるんですけれども、はい、足立さんはもうシナリオ脚本の方に行かれた方がと思うくらい、ね、はい、その個性に合わせた内容を作られてるってか、だから一致するぴったりなんですよね。そうですね、だから本当にあやさんだったらあやさんのキャラクター、白玉さんだったら白玉さんに合わせた感じになってるかなと思いますね。スーッと入ってる感じですよね。ありがとうございます。はい、で、本日がですね、この流れの一区切りになるんですけれども、ラジオの向こうにという西田理沙さんの、ね、楽曲をちょっとこう絡めた新作ラジオドラマを本日は島野道子さんと一緒に作り上げたいなということで、またシナリオを書いてまいりました。はい、ラストにですね、ある僕が既存曲として、昔友人の結婚式で披露した曲をですね、今回は持ってきているんですけれども、一つ違和感ない形で、ストーリーにできたんじゃないかなというふうに思っておりますし、またこれはもう道子さんしかこれを読む人はいないだろうなというぐらいですね、道子さんの世界観にもマッチしてるんじゃないかなと思いますので、本当にですね、ラジオパーソナリティとして、ずっとそのラジオの放送が続いていくような感じのストーリーになっていますので、本日ですね、ショートストーリーということで、ぜひとも最後まで楽しんでお聞きいただければと思います。それではラジオの向こうににまつわる新作ラジオドラマ、どうぞお聞きください。さあ、続いては季節のハンドブックのコーナーです。二十四節気を通して季節を感じられる詩や情緒あふれる言葉たち、旬のお野菜、果物などの話題をご紹介していきます。本日は4月1日、二十四節気では春分です。春分とは昼と夜が同じ長さになる日であり、自然をたたえ生物を慈しむ日とされています。寒さが終わり、色鮮やかに開くつぼみと鳥たちの歌声が春の訪れを教えてくれていますね。春の和歌を一首ご紹介しましょう。いにしえの奈良の都の八重桜、今日九重に匂いぬるかな。平安中期の女流歌人伊勢の大夫が詠んだ和歌です。昔の奈良の都で咲いた八重桜が、今日はこの平安時代の宮中のこの辺りに美しく咲いていることですよと。今日というのは今この日という意味と京都をかけています。他にもここの絵に宮中と意味があったり、八重桜の八重とここの絵を対比させたりと、言葉としても非常に美しいですね。そして私はこの和歌は奈良時代という過去と平安時代という現在を
時空を超えてつないでいる歌に感じます。奈良時代の皆さん、今日のこの桜が見えますか？あなたたちがめでていた桜が今ここで花開いていますよと、奈良時代の人たちや未来の人たちは当然その桜を見ることはできません。でも歌ならそれが伝わるんじゃないか。言葉を通して同じ映像を思い浮かべることで心と心がつながるんじゃないか、そんな思いをこの歌に感じるんです。ラジオというのも言葉という音声を電波に乗せて届けるものですが、私もラジオを通してこの日本の四季折々の美しさを伝えながら、心と心をつないでいくような番組をリスナーのあなたにお届けしたいと思っています。そんなパーソナリティとリスナーの心と心のつながりを春夏秋冬の四季に乗せて歌われた曲をご紹介します。2021年4月1日に開局した FM ふっかちゃんというラジオ局のオリジナル CD ランランラジオから、西田理沙さんでラジオの向こうに。本日も季節のハンドブックのコーナーをお届けします。最初に先週の放送を聞いてくださったリスナーの方からのメッセージをご紹介しましょう。ラジオネームアイアイさんという男性の方ですね。ありがとうございます。先日この番組のことを知り、先週初めて放送を聞かせていただきました。感動しました。ちょうど日本の四季について深く知りたいと思っていたところにこの番組と出会い、まさに自分のための番組じゃないかと感じました。紹介される季節の描写や和歌の朗読、読み上げる声も素敵です。ラジオの向こうにという曲にもとても勇気をもらいました。これから毎週聞かせていただきます。どうぞよろしくお願いします。わあ、嬉しいメッセージをありがとうございます。日本の四季について深く知りたいと思っていらっしゃる方にこの番組がお役に立てるようであれば光栄です。人前でスピーチをするお仕事の方でしょうか、それともお手紙を書くことが多かったり、何か執筆をされたりする方でしょうか。いずれにしても季節や心の機微を感じることのできる男性は素敵だと思いますよ。それでは本日は二十四節気の清明をご紹介しましょう。すがすがしい春の息吹を感じる頃、空は青く澄んでツバメが飛来し、爽やかな風が吹きます。この時期から雨上がりにきれいな虹を見ることができます。本日は7月1日、暑い季節になってきましたね。二十四節気では夏至。一年で一番日が長く夜が短くなる頃、気温が上がり暑さは
日に日に増していきます。そんな今週は7月7日に七夕を迎えますね。織姫と彦星が年に一度だけ天の川を渡り会うことが許された特別な日。愛し合う二人はこの日以外はお互いの顔を合わせることさえできませんが、でもだからこそ心と心で深くつながっていたのではないでしょうか。それでは七夕にぴったりの短歌を一首ご紹介しましょう。明治時代の俳人、歌人である正岡子規の歌です。正子なす数なき星のその中に、我に向かいて光る星あり。夜空には砂のように数えきれないほどの無数の星が散りばめられている。その中に私に向かって光っている星がある。彼方から自分だけを見つめ、自分だけを照らしている星を心の中に描いている心境を表したものですね。それではたった今届いたメッセージをご紹介しましょう。ラジオネーム、アイアイさん。本当に4月から毎週のようにメッセージをくださって嬉しいです。ありがとうございます。今日の正岡子規の短歌、初めて知りましたが、とても感動しました。織姫と彦星も、姿は見えなくても、自分だけを向いて光っている星があると信じて、お互いを思い合っていたのかもしれませんね。織姫は、この光は自分だけに向いていると信じ、彦星は、この光をあなただけに届けたいと願う。何万光年も離れた星々のドラマ、なんて壮大で、なんてロマンチックなのでしょう。なんだか週を追うごとにアイアイさんのメッセージも美しい表現に洗練されてきていますね。私の方が楽しみにさせていただいていますよ。それでは次のメッセージです。さあ、本日3月31日、今年度ラストの季節のハンドブックです。二十四節気では春分ということで、4月からお聞きの皆さんにはちょうどこれで一周したという感じですね。ということで、4月から毎週のようにメッセージを送ってくださっているアイアイさんから今日もメッセージいただいています。なんだか今回はいつになく長文ですね。早速読ませていただきます。4月1日から1年間このコーナーを毎週欠かさず聞かせていただきました。ラジオから聞こえる四季折々の美しい世界に魅了され、それを少しでも吸収したいと思ってアーカイブも何度も繰り返し聞いてきました。実は1年前にとても素敵な女性と出会いました。その人にこのコーナーで学んだ季節の話をしたくて聞いていたんです。会うたびに二十四節気ではこんな時期でとか、こんな和歌があるんだよとか、彼女はいつもその話を嬉しそうに聞いてくれて
とても喜んでくれました。そんな彼女と人生を共に生きていきたい、私がそう決意するまで時間はかかりませんでしたし、彼女もそれを望んでいるように感じました。ただ一つだけ、私たちには乗り越えなければならない困難がありました。実は彼女は目が見えません。先天性の病気で、生まれた時から今日に至るまで景色を見たことがありません。彼女はそのことで、あなたに迷惑をかけたくないからと言い続けました。でも私はそれも含めて彼女のすべてを愛しています。あなたが世界を見ることができないのであれば、私があなたの目になりますと伝えました。だから四季について深く知りたいと思い、このコーナーにたどり着きました。ラジオの音声で季節を伝えられるなら自分にもできるはずだって。おかげさまで今では二十四節気すべてを語れる自分になりました。彼女の名前はミキコと言います。美しい季節の子と書いてミキコ。そんなミキコに季節の美しさを知ってほしい、四季折々の色鮮やかな光を届けたいと必死に伝えてきたんです。その結果、私自身が誰より四季の美しさを知りました。ミキコが僕に季節の美しさを教えてくれたんです。だから迷惑なんかじゃない、あなたと一緒だから見ることのできる景色を見たいんですとプロポーズしました。私たちはこの春結婚式を挙げることになりました。桜の木の下で、春爛漫の季節のもとで、幸せになることを誓います。この放送のおかげで1年間本当にありがとうございました。アイアイさん、ありがとうございます。もう言葉にできません。すみません、ラジオだから言葉で伝えなければならないんですが、お許しください。ただ一言、おめでとうございますと言わせてください。言葉にできない思いを曲に乗せて届けさせていただきます。お二人の未来に爛漫の幸あれ、幸爛漫。二人の気持ちが
たり一面見渡す限り満開の花模様。一人で生きる旅路が二人分になるだけで、何以上、引き出しの中のラブレターでした。